はい、質問のコーナーです。それでは本日はどんなご質問でしょうか。表現者クライテリオンというタイトルの意味や趣旨、そしてなぜこの本が誕生したのかなどの歴史を教えてください。まずね、簡単なところから申し上げると、表現者クライテリオンというものの前身は表現者という雑誌で、その表現者という雑誌の前身が、発言者という雑誌で、これは何年だったかな、89年93年に準備号が出て94年が本ちゃんですね。そうかだからそれぐらいですね。だから93年からだから29年、もうなんか30年前ですね。もう四半世紀と思ったらもう30年ぐらい前に、なってると。これ西部先生が作られた言論誌で、こういう格好の雑誌だったんですけど、それがリニューアルしようっていうことで、これ10年ぐらい経ってからかな、2000年初頭ぐらいかな、2003年か4年かなんか、そんなに、発言表現者に変わるんですね。2005年ぐらいだったかな。で2018年に西部先生が他界というか自害するということをお決めになったので、電話かかってきて引き継いでくれと、僕のところに電話かかってきて引き継いでくださいということになって、あ、分かりましたということで、それ で僕の方でまず最初にやったのが、編集員誰にするかっていうのを決めるということで、川端さん、それから浜崎さん、柴山さんと、この4人でやろうということになる。で、出版社で漆原さんっていう出版社の方、社長がいてと相談して、じゃあこれも事業化していきましょうということで、今の形にこうなっていくんですけど、その中で、雑誌の名前どうしようかって言って、変わるから、やっぱりこうリニューアルしたっていう感じにしようということで、すごい議論して表現者クライテリオンっていう名前にしたわけですね。で、この表現者から表現者クライテリオンにこう変わるときに、ずっと見ていただければ分かりますけど、執筆陣はかなりやっぱり 若い側にシフトしましたね。やっぱり西部先生がずっと編集長をやってこられたわけですから、で、それで我々の代になって、我々もいろんなことをいつもこう編集会議で議論しながら決めていくんですけれども、やっぱりこう執筆者の年齢層というのもぐんとこう若くなっていったかなというふうに思いますけど、ざっと言うとそうですけど、タイトルの意味や趣旨、っていうあたりはね、僕まだお話してないですけど、そんなところも含めて、今の話ちょっと追加があれば。タイトルから言うと、最初のなんか雑誌を立ち上げるっていうか、リニューアルしようってなった時に、4、5人でスタッフで集まって、タイトル会議をやったんですけど、その時に確か浜崎さんが、昔トーマス・エリオットっていうイギリスの文芸批評家が、ザ・クライテリオンっていう雑誌をやってたんですね、戦間期に。つまり第一次世界大戦が終わってすぐぐらいの時期だったと思いますけど、そこから10年ぐらい続いた文芸雑誌があって、それから、エリオットは当時のなんかこう文芸業界にいろいろ幻滅してたんで、もう俺がそのジャーナル雑誌を作るということで作ったのがあって、その単にザ・クライテリオンってなんかいい名前やなみたいな感じで割と盛り上がったんで、あんまりその雑誌の内容がどうこうじゃなくて、クライテリオンって基準っていう意味なんですよね。やっぱり何か物事を論じる時の基準っていうのを持たないと、その善悪の判断もできないわけなんで、その基準を何とかして、でもこれは我々が基準を分かってますみたいな傲慢な話じゃなくて、その何とかこう生きる上でも、社会を運営する上でも基準を探求していこうっていう意味で、クライテリオンっていうのはなかなかいいタイトルなんじゃないかって思ったんで、よしそれでやってみようじゃないかということで、大体編集員の意見が一致して、でそれでね、ただこうカタカナのこう横文字が入るじゃないですか、表現者クライテリオンってなると、なんか新世紀エヴァンゲリオンみたいな感じで、ちょっとそのふざけてるような感じが出るのかなと思ってちょっとあれね、西部先生にまだ当時存命だったんで、ちょっとこういうタイトルでいこうかなと思うんですけどって話をしたら、西部先生意外といいじゃないかと、クライテリオンってなかなかいいなっていうことで、そういう感想だったんで、じゃあいいかなということで、表現者クライテリオンというふうになりました。だから経緯はそういう経緯で、意味はこう物事の基準を尋ねようと、そういう意味ですね。そうですね。で、さっきの話も重複しますけど、やっぱりリニューアル感が出ますよね、表現者クライテリオンっていうと、こう
表現者っていう引き言葉の引きもあるけど、クライテリオンという言葉の引きも、まあ、ありますからね。あの時代が変わったということを、まあ、明らかにするためにもっていうのがありましたね。だから、まあ、時代が変わるっていうのが我々とても強調したところなんですけど、まあ、さはさりながら、やっぱり西部進さんの時代からずっと伝統的につながってきた不益がありますから、まあ、まあ塾はね、例えば表現者塾っていう名前にしてますし、まあ、表現者っていう言い方だけでやっぱ引きがありますから、またタイトルもね、まあ、表現者をさらに前に出すっていうのもまああるかなと。もう時代が変わるどうこうっていうのももう全然時代も変わってきてますから、っていうふうにもまあ思います。まあ、それはまたみんなで意見も聞きながら、みんなで相談しながら進んでいければというふうにも思います。ではよろしいですかね。はい、どうもありがとうございました。